ちょっと待って。で、あとなんかね、ほっぺ押してないんだ。そうだ。今日はあのさ、最近お風呂でメイク落とすのがすっごいめんどくさくて、ちょっと嫌なんですよね、それが。だから今日はね、ちゃんとね、ゴシゴシしないでも落ちるようにしたメイクを。よいしょ。っていうか、自粛前はなんか毎日メイク全然してなかったんですけど、自粛中に入ってからさ、めっちゃ毎日メイクしてるんですよ。逆だよね、普通声がなんか変なんだよね。普通逆だよね、メイクする比率。よし、前髪伸びたんですけど、でも伸ばしてみたいな。よいしょ。なんかリナみたいなさ、クリナみたいな前髪さ、ひじり意外と似合うんだよね、そっちの方が多分。だけどまあ前髪はある、前髪はありでいたいけど、リナみたいなやつの方が多分似合う気がする。多分ね。今日は何時に起きたんっけ？目覚ましなしで10時くらいに起きた。9時だったかな、忘れちゃったけど、それくらいに目覚めることができて、昨日さ普通の時間に寝た、そんな早く寝なかったんですけど普通に起きれて、明日もまあ早起きっていうか、まあ9時くらいに起きようと思ってるんですけど、あとね、今日は久しぶりにさ3食全部お米食べた。なんか最近麺とかさ、ラーメンとかばっかりだったから、ご飯、白いご飯久しぶりに食べた。でもね、白いご飯ね美味しいんですけど、なんかさ一緒に食べるものがないと、ひじりはあれですね、3食無はちょっと飽きちゃうかも。朝はしそのふりかけ、しそなんか梅みたいなふりかけかけて朝はで、夜、あ、昼は、昼なんだったっけ、昼はねちょっと思い出しがたいんですけど、昼なんだったっけ、昼の朝がちょっと思い出せないな、弱くない、今日の食べたご飯思い出せない、夜以外。昼はね、あ、違う、ん、朝はなんかで、昼がそう、梅だ、梅のふりかけ、梅やひじり、梅干し食べれないんですよ。だけど梅のふりかけはね食べれるの。あれ、なんだっけ、お昼ご飯、ひじり何食べ、あ、朝ごはん何食べたっけ、朝ごはん食べたは食べたんだよね、食べたは食べたけど何食べたか思い出せないですね。ひじり、パン、そう、パンね全然最近食べない、なんかめっちゃひじりの声聞こえにくい、ね、パンは昔は必ずしもパン派だったんですけどね、最近は全然もう食べなくなっちゃった。なんでだろう、パンはね 1ヶ月くらい食べてないかも。あ、でもこの自粛期間だから食べてないんですよ。自粛じゃない時だった時は、あの集合時間が13時とか12時とか微妙にお昼の時間の時はコンビニのパンをよく食べてたんですけど、最近はねもう食べない。え、お好み焼きに白米食べてるよ。だって関西人の人ってさ、お好み焼きと白米とか、たこ焼きと白米とか食べるらしいよ。でコナンで言ってたような気がする。あれ言ってたよね、海賊さん、ありがとうのやつ、ありがとうございます。あ、梅の実ひじきってあるよね、福岡の太宰府。なんかさ、福岡空港に着陸した時に、あのエスカレーターで下に降りるところがあるんですよ、荷物取りに行く時。そこに必ず梅の実ひじきっていう看板があって、ひじきとひじきって似てるから、
めっちゃそれ見ていつも写真撮っちゃうんですよ、こうカシャって。しかもあれね、もうずっとあるの。ひじりが初めて福岡来た時から梅の実ひじきだっけってやつ見つけた時に、あ、ひじきだって思って、そう、初めて来た時からあるから、もう何、多分一生あるんだろうな。あそこの広告って変わらないんだね、ずっとあるんですね、梅の実ひじき。でもね、梅はあんま好きじゃないんだよ。梅味のお菓子とか梅のふりかけとかそういうのは大丈夫なんだけど、うん、本物の梅干しはちょっと食べれないし、梅の干しに近いものが食べれない。ウーバーイーツしてみたいんですけどね、やったことないんだよ。めっちゃ声ちっちゃくなっちゃった。タピオカとかさ、めっちゃいいじゃん。あ、ばば、顔がね映らなくなっちゃう。え、ひじりもお好み焼きとご飯の組み合わせ食べてみたいかも。でも絶対お腹いっぱいになる。でもひじり結構胃袋大きいと思うんだよね多分。だけどちょっとお腹いっぱいになりそうだな。お好み焼き作りたい。ハムとキャベツとお好み焼き粉があれば作れるのかな。ハム、キャベツ、お好み焼き粉、ソースでしょ。ソースはあるんですよ、たこ焼き前やった時の余りで。でもたこ焼きやりたいな。この前たこ焼きのさ、あの粉でお好み焼き作ったらなんかちょっと違う、やっぱ違うんだね、たこ焼きの粉とお好み焼きの粉一緒かと思ってたんですよね。味が全然違くて、お好み焼き多分出汁が入ってるんですよ粉に。だからね、すっごいなんかもう出汁の味したもん、魚みたいな味して。海賊さんハートありがとうございます。ひじろ、お好み焼き屋さんさ、あの沖縄のお好み焼き屋さんしか行ったことないんですけど、大阪とかちゃんと観光してみたいんだけど。そう、沖縄のお好み焼き屋さんで、あの、あ、違う、福岡のやつも行ったことあるわ、天神コアにあったところ。なんかね、お餅とかトッピングでするのが好きで、お好み焼きにめっちゃ美味しいよね。お餅最近は行ってないかな、行ってないんですけど、お好み焼きはお餅とか、なんかさ、福岡のやつは餅明太子とかあったから、福岡に行った時はそれにしたんですけど、沖縄とかね、地元で行った時は餅です。餅、餅をね追加する。めっちゃ美味しいんですよ餅。あ、餅嫌いだった時なんですけど、今チーズがね好きだから、多分割と好きだから、チーズ入れてみたい、トッピングに。タニージャックさん、タコありがとうございます。たこ焼きの話してたから。クリナが広島風家でも焼けるだって。え、広島風お好み焼き。え、クリナはさ、すごそう、なんか料理の腕前めっちゃすごそう。なんか前たこ焼き一緒にっていうか、たこ焼きをなんかで作ってた時に、すごいなんかたこ焼き業者さんのやり方を知ってて、クリナはそれでたこ焼き業者さんのやり方をみんなの前でこうやって油上からかけるんだよとか言って言ってくれて、すごいママでしたねあれは。広島風って、広島なんだお好み焼きって本場。あれ大阪じゃないんですね。大阪かと、あ、危ない、充電してなかった、大阪かと思ってた。広島なんだ、へえ。たこ焼きは大阪なのかな、大阪っていうか関西、全然わかんないんですけど。以上。え、もう完全に関西のイメージだったわ、お好み焼きとか。目尻さん、お祭りとかでお好み焼きとか片栗きって鉄板じゃん。だけど並びすぎててもう嫌だ、嫌になっちゃうんですよね、お祭りで食べるの。食べたいけどそんな並びたくねーって思っちゃって、なんか友達とさパンケーキ並ぶとかなら全然もう大丈夫なんですけど、なんかね、友達なんか夏祭りって暑苦しいじゃないですか。
いろんな屋台からの湯気があってめっちゃ気温高くて、なんか着物じゃない浴衣とか着てたらもうさ、暑いかける100くらいでマジで暑くて、そうでもこんな並んでられないってなるんですけど、そのパンケーキとかなんか自分が行きたいところはねめっちゃ並んじゃうんだよね。なんだろうねこれ、夏祭り多分暑いからね。ちょっとでもね、浴衣とか最後に来たのは、最後に夏祭り、あ、なんかね夏祭りに浴衣着たのは中1くらいかな。最後はなんかね中2の時はオーディションと重なってて、ご期生のなんかね3日夏祭りあるんですけど、肘の地元ねそう1日目は行けたんですけど、2、3はオーディションで福岡行くから無理で、そう浴衣着なかったんですよ。ジル福岡さ来てさ、福岡来てそうオーディションの時初めて福岡来たんですけど、バスの乗り方知らなくて、福岡ってさバス後ろから乗ったらまずピッてやるじゃないですか、交通機関カードで、ジル交通機のそのカード持ってたんですけど、ピッていつやるのか知らないで、そうはい乗った時にピッてやるの忘れてて、忘れたっていうか知らなくて、そうで降りる時に引っかかって、ちょっと恥ずかしかったな。お母さんにね、あれピッてやってなかったのって言われた。ヘジリは知らないんですよ、バスとか乗ったことなかったからさ。いや乗ったことはあったかもなんですけど、福岡のバスは乗ったことなくて。ラシアスヒロさん、タコありがとうございます。よいしょ。ソテツ、ソテツはあれでしょ、理科の実験で使うやつ。広島風と大阪風があるんだ。知らんかった。広島風と大阪風、あと家庭風。お好み焼き食べたいな。ベーコンとかやるよね、お好み焼きって。でもひっくり返すのさ、ヘジリ屋台で一回働いてみたい、屋台で一回さやってみたい。でも暑くて大変そうだけど、ひっくり返したりしたいな。でも大変そうだな。金魚すくい懐かしい。ヘジリ金魚すくいさ、なんか苦手であんまりやる派じゃなかったんですけど、できるすくえなくて、 UFO キャッチャーと同じ考えで、なんかいいやって感じで、ヘジリ UFO キャッチャーもあんまりやったことないんですよ。最近初めてやったんですけど UFO キャッチャー。そう、それくらいね、本当になんかその危ない賭けみたいなのには絶対に乗らない派なんですけど、その金魚すくいをね一回やってって、小学校のお祭りで、そしたら一瞬すくったんですよ。目の幻覚かもしれないけど、一瞬で網に乗ったの、金魚が、今人魚って言わせた、金魚が一瞬で網に乗っかったのなのに、なんかね落ちちゃったんですよ。穴開かないでそのままポンって落ちちゃったの。それが超ショックだった、その小学生の時で。それからもう何年も経つけど、未だに忘れられない。もう初めてさ金魚すくえそうだったのに、 それからはもう金魚すくい一回もしてないです。21時までで最新。広島風って焼きそば入ってんだ。それじゃ食べたことないです、広島風のお好み焼き。大阪風しか食べたことないんだ。めっちゃ美味しそうじゃん、焼きそば挟まってるとか、もう炭水化物って感じ。いいな、食べてみたい。焼きそば風、焼きそば入りのお好み焼き絶対美味しいでしょ。ヘジリ焼きそばパンも最近初めて食べたんだよね、4月くらい。でも焼きそばパンはねそんな向いてなかったです。まあ別でもいいんじゃないって思った。まあ美味しかったけどね。今年浴衣着れるといいですね。去年はその握手のやつで来た。でも今年は来ましたよ、アイヤさんの撮影の時に来たんですけど、まあ、一瞬だったしね。その浴衣の着たいね、浴衣着れたら。マスパパさんかわいい、ありがとうございます。ジレアタイの店あってそうだって。絶対、声張れるでしょ多分。いらっしゃいって。でもちょっと恥ずかしいのかな、やるのって、初めてやるとどうなんでしょう。
HKT の4周年記念公演の時メンバーが屋台の店員をやってた。そうなの？あー、焼きそばとか売ってたってことですか？でも暑そうだしな。でも何時間、めっちゃさ一日中はちょっときつそうだけど、ちょっと 1,2 時間くらいやってみたいな。まあそんな都合のいい話ない日ですけど。海賊さん、クローバーありがとうございます。カズさん、バラありがとうございます。そうですね。あーでも去年、あそっか、マサパパさん、ハートありがとうございます。そうでも屋台のさ話めっちゃしちゃったけど、福岡じゃない、福岡と沖縄でさ屋台が違くて、屋台が違うっていうことはないんですけど、沖縄っていうか宮古島、沖縄のねお祭りはねまだ行ったことないんですけど、宮古島のお祭り、あ沖縄のお祭り行ったことあるわ、お正月のだけど宮古島の屋台はジャガバターが売ってないんですね。もうなんでエイジリ、屋台で一番好きなのジャガバターなんですけど、そうジャガバター売ってないんですよ。だけど何が売ってるかな、ジャガバター売ってないけど、ジャガバター売ってないけど、なんか人形とか売ってるんですよね。人形っていうかなんか自主営業みたいな人とかいたりして、うん、あとは結構なんか観光客が集まる通りのところでお祭りやってるんで、あのその観光のお土産屋さんとかも出してる、なんか屋台みたいな。あとエンド W の、エンド W って知ってますか？日本で、あなんかアメリカのハンバーガー屋さんで、日本でねその沖縄にしかないハンバーガー屋さんなんですけど、そのねハンバーガー屋さんはオレンジジュースを売ってます。めっちゃ美味しいんですよ、甘くて。そのねオレンジジュースを屋台じゃないけどなんか外で売ってる、お祭りの時確か、分かんない、去年も行ってないからもう正しいか分かんないけど、ポポ焼き知らない。ああ、あれ福岡来てね初めてお祭りであれ美味しいと思ったのはあれだよ、あれカステラ焼きみたいなやつ、ベビーカステラ、ベビーカステラ、あれもね確か売ってなくて、エイジルの地元にはでね、めっちゃ美味しかった、ベビーカステラ北条屋で買ったんですけど、くまモンの形のやつ。沖縄独特の屋台ってなんかあるかな、独特の屋台ってなんかあるかな、いやないかな、なんだあるかな、ビールとか、ビールとか普通にあるよね福岡にもあったよ。あそういえば福岡で思い、福岡のお祭りでビール見たわ。なんかあるかな、あれ好きなんですよ、沖縄とかめっちゃ関係ないんですけど、じゃがいもがこうぐるぐるって刺さってるやつ、あれいいよね、あれ美味しい。じゃがバターをお家で作るの一時期ハマってて、今はちょっとじゃがいもがねなくてあれなんですけど、じゃがバターはね一時期めっちゃハマってた、すごい。まあいいです、まあいいです、もう独り言みたいになってる、今日喋ることが全部。ヘンジラ、服を選ぶときは自分で選んでるの？だって買うのは、握手会とかの組み合わせは自分で選んでお母さんに聞いたりするんですけど、でもお母さんがひじりにこっちの方がいいんじゃないって言っても、その組み合わせを見てひじりがそれいいねって思わなかったら、結局自分勝手に選んじゃうんですけど、でもお母さんが言ったやつにする時もあるし、買う時は大体自分で選ぶんですけど、自分で選ぶかこれどうって言われたやつとか。でも最近マジで服買ってないからさ、夏のさ可愛いやつ欲しいよね、欲しいよねっていうか欲しいんですよ。だけどね、夏に外出るかなって思って、出るかな、まあ一応ねネットではサーフィン、ネットサーフィンっていうのかな、そうめっちゃね見たりはしてます。あ違う、 A&W の表示は A、 アルファベットの A で&W です。 A&W
でエンダーみたいな。ベビーカステラって一応沖縄で見たことないんだけど、あれあんのかな、ベビーカステラ沖縄に売ってるんですかね。全然見たことないの。え、だってさ、なんかキティちゃんとかくまモンとかドラえもんとか売ってない？ベビーカステラめっちゃいいよ、あれ超美味しいしさ、甘いし、なんかあれです、シロップの味が効いてて超いいよあれ。でも最後にお祭り行ったのは北条屋でしょ、北条屋じゃないですか、だからそれ以来なんかね、お祭り気分は味わってないんですけど。マスパパさんいいねありがとうございます。親指がすごい曲がってる。沖縄の黒砂糖美味しいですよね。だって黒糖、黒糖的な黒糖美味しいよね。なんかへじりは最近はねあれだけど、ちっちゃい頃めっちゃ黒糖好きで食べてたらしい、記憶にないけどずっと食べてたらしいんですよ、黒糖の塊を。でも黒糖の飴はめっちゃ好きで、あの黒糖の飴玉があるんですけど超美味しいんですよあれ、甘くて勉強に集中できそう。でテスト前になるとめっちゃね、飴を袋一袋買ってきて勉強中にひたすらあの糖分摂取するっていうのを中1くらいの時やってた。もう13分だって。あとちょっとしたランキング見ます。でも今ランキング変わったから今読む、読んだ方がいいかな今。でもまだショールームの時間あるよね。まあいいや、じゃあこのさ、ランキングって何分ごとに変わるとかあるんですかね。読んでる途中にね変わっちゃったら結構ね、あーってなっちゃう。ホワイトボードがあって遠くにある。取れた。10分ごととかに変わるんかな。10分ごととかだったらすごい暇が出てきて。これね、これはゴミでした。ゴミをちゃんと片付けなきゃ。でもランキングします。これは宅急便にあの貼り付いてた紐です。宅配便8 4。よし、じゃあランキング見ます。よし、13位ピンクカメオさんありがとうございます。12位アンドハローだっけ、ハローさんありがとうございます。11位ただの魚さんありがとうございます。10位マサネアさんありがとうございます。9位デニムのタカさんありがとうございます。8位海賊さんありがとうございます。7位カークさんありがとうございます。6位荒牧翔さんありがとうございます。漢字字苦手なんだよね。5位ヒデさんありがとうございます。4位バクトラさんありがとうございます。3位カズさんありがとうございます。2位サルサソースさんありがとうございます。今日めっちゃいいあの書く音が出ます。1位マサパパさんありがとうございます。これさ、書いてる音聞こえるんですかね。こう聞こえる、めっちゃいい音だった今日。でも聞こえてなさそう、なんかちょっと待ってよ。あ、まあいいや、ちょっとこれは試し書きだから気にしないで。
これ試し書きです。ブブー、じゃあありがとうございました。今日はもう水曜日？嘘、もう半分終わるじゃん。嘘でしょ、早くね、マジで早い。じゃあ明日木曜日、木曜日は何かあるかな、特になんもないけど頑張りましょう早、日付過ぎるの早くて怖いです。じゃあありがとうございました。バイ、おやすみ。明日はね、そう、9時までに起きるのを目標です、目標です。じゃあありがとうございました、おやすみ、バイバーイ。